こんにちは、モノモースです。今日は、あるニュースについて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それは、ハマスとイスラエルの戦闘による難民キャンプの空爆について、この事件で50人以上が犠牲になったと報じられています。さらに、この戦闘による死者数は、双方合わせて約1万人に上っているとのこと。これは、ただの筋ではありません。これは、1万人という生命が奪われたという事実を示しています。まず、このニュースの詳細をお伝えします。イスラエル軍は、パレスチナ自治区ガザ地区北部のジャバリア難民キャンプで軍事作戦を行い、 イスラムス式ハマスの看護を含むテロリスト約50人を殺害したと発表しましたしかしハマスは400人以上が死傷したと主張し民間人に対する虐殺だと非難していますこのニュースを読んで私はまず思ったのは戦争は絶対に避けるべきだということなぜなら戦争は無差別に人々の命を奪い家族を引き裂き未来を奪うからですそしてその犠牲者の中にはアマこの民間人や子供たちも含まれていますしかし私たちはここで一つ大切なことを忘れてはなりませんそれはこの戦争が起こる背景に 複雑なななな歴史的的政治的な問題が絡んででいいいるととううことそれれを理解解ししければ真の解決策は見つからないでしょう私たち一人一人がこの問題について深く考え、自分自身の意見を持つことが大切です。そして、その意見を声に出し、行動に移すことで、少しでも近会が平和に向かうきっかけを作ることができるのではないでしょうか。今回のニュースは、私たちにとって大きな問題提起をしています。それは、戦争とは何か平和とは何かという根本的な問いです。私たちは、この問いに向き合い、自分自身の答えを見つけることが 求められています最後に亡くなられた方々のご冥福をお祈りしますそして戦争が終わり平和が訪れることを心から願いますそれでは今日はこのあたりで次回もモノモースと一緒に世界の出来事を考えていきましょう